はい、皆さんこんばんは。今回も引き続きアンダーテイル頑張っていきたいと思います。ここのステージで実は1回やったんですよね。ここにスイッチが隠れていて、あ、敵だ。逃げまーす。そしたら下のそところがトゲトゲがなくなってる。そして犬カップルに襲われると。匂うす。なんやこいつら。うむ、ここす。犬カップルが襲ってきた。でも防器で初期装備って書いてあったけどないじゃん。どういうこと？なんで防器でないんだ。はい、犬カップルが襲ってきたんで戦います。まず転げる。そして犬カップルの攻撃。おっと、危ない。しまった。お、匂い対策万全。あ、いか、食らった。うわー、食らってもだ。食らった。案外難しいぞ。撫でる。よいしょ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 。攻略法をちょっとだけ見つけたぞ。見逃す。あれ、見逃すでいいって書いてあるのになぜダメなんだ。前の子犬だと思っているようだ。え、逃げてくれないじゃないか。どういうことだ。まさかこっちの方にもか。よいしょよいしょ。脱出方法が分かってしまった。撫でる。よし、犬たちのハートを掴んだ。見逃す。やった、犬カップル撃破。犬が犬に撫でられた。おお、倒した。はい、なんとか、まあ、攻略法通りですが、はい、犬カップルを撃退することができました。よかったらコメントやフォローもお願いします。